平成13年問題3ですね。これも交流回路です。こういうような、回路でですね、R と Excel を求めなさいということですね。まずこれ直流の方へね、電源入れた場合ですね、このリアクタンスがどうなるかっていうことですね。誘導性のですね、XL ですね、XL はオメガ L ですね、各周波数に L をかけるわけですね。そうすると 2πfL になるんですね。で、直流を入れた場合ですね、直流はですね、F イコール0、なのでですね、XL はですね、ゼロオームと。こうなるんで、直流をですね、加えたらですね、場合の電圧ですね、電圧効果は、抵抗はですね、こうなんですね。はい。そうしますと R はですね、80V 20A で割ります。そうするとこれ4オームとこう出るわけですね。次に交流を加えた場合ですね、交流を加えた場合ですね、I イコールですね、Z 分の E とこうなります。はい、そうすると E が 100V で Z がですね4出ましたんで、4の事情プラス XL の事情と、これが、20A こうなります。そうすると100は20ルートのですね、4の事情プラス XL の事情ですね、両辺を20で割りますと5イコール4の事情プラス XL の事情ですね。で、両辺を2乗します。と、25は4の事情プラス XL の事情と、こうなりまして、XL の事情は25-4の事情で56ですから9なんですね。家に XL は3オームと